祖父母の代からで、昭和34年に開店したっていうのを聞いてます。でそこから父が昭和55年に事業を継承して、平成24年ですねに私の方が、継承して3代目っていう形。私が生まれた時からもう父はここでずっと本屋をやっていたので、まあ、朝も起きたら父と一緒に荷物を開けて本を並べたりとか、夏休みの手伝いといえばもう本屋を一緒にやってっていうようなところが、もう常日頃日常の中に本屋があったので、そのまま継いでいくのかなっていうようなこともなんとなく思っていながらの、実際に継承したっていう感じに。ハッピーハロウィンメデューサちゃん、あなたにはこのお菓子をあげましょう。宝石キャンディー。あ、食べたい。おしまい。お菓子のハロウィンでした。私が大学を卒業してこうなんか本屋を手伝い始めた時は、もうなんか世間一般で本を読む人が少ないよっていう風潮があって、で小学校とかでも読み聞かせをする親御さんたちが増えてきた時で、うちも本屋をそのままやっててもちょっと難しいかなっていうのがあったので、何か特色をって思った時に、じゃあ読み聞かせがちょうど流行ってるんでやっていこうっていうのを思ったのと、あと、まあ、それだけではやっぱり他の本屋さんもやっていたので、なんかもうちょっと面白いことをしたいなって思った時に、私が小学校の時から野外活動をしていて、本を読んでこうキャンプ野外生活の面白そうなことを学んで、実際に行ってキャンプでそれをやると、ものすごくこうなんか時間ができたというか身になっついたというかっていうことがあったので、本を読んでそこに書いてあることを実際にやったら特色にもなるし、面白いので本も好きになってくれるし、その人の生活の生きる糧みたいなのにもつながってっていいのかなっていうのを思って、読み聞かせと体験活動っていうのをやり始めました。絵本をやっぱり中心にして、そこに書いてあることを実際にやってみるという、よく説明してるのはグリとグラでケーキを食べますよね。で美味しそうだなって思ったら、みんなでケーキを作って食べようっていう活動を一緒にしていますっていう。で作って帰ります。今からここで できた。やったー。やっぱりその来てもらって楽しかったって言ってくれたりとか、また来たいとかってくださるのはすごく嬉しいし、参加者が増えることでなんかこう本を一緒に楽しんでくださる人が増えてってるっていうのはすごくやっぱり嬉しくなりましたね。府中を中心にした子どもたち、あと近隣の市からもどこで情報を得るのか分かんないんですけども、知ってきてくださっています。同じ町内で来てた小学生だった子が高校生になって、あの数学で家の前を通ってたりして、多分向こうは気づいてないんだと思うんですけど、府中ではイラストレーターで有名な鏑木美奈子さんが、10月の16日と24日の日に、来てサイン会をしてくださったりとか。ありがとうございます。もう声かけていただくだけでもありがたいです。いやいや、府中の、ね、イラストマップといえば鏑木さんで、今回あのお店でやるサイン会はこれが初めての試み。そうですね、はい、いろんな人と会って、いろんな形で本を通してみんなが幸せになるというか、楽しかったって思える機会を作っていけるといいかなって思ってます。土日や祝日は、イベントしたり、出張販売をしてるんですけど、普段の日は、配達をメインに今しております。美容院とか病院、定食屋さんとか、お客さんが本を読むのに置いてあるようなところに
配達をしているのもあれば、一般の方にも届けていて、ずっと漫画を読んでるけど買い忘れちゃったとかっていう声が多かったので、新刊が出たら届けたりもしています。で、府中市内が中心なんですけども、近隣の市区町村も、届けていて、配達料はって聞かれるんですけども、そこはあの商品書籍代のみで配達料もらわないでお届けしております。で、注文に関してはインターネットで、注文できるようにしておりますので、いい本とかも使ってるんですけど、個別にうちに来るという注文の仕方もできるようにしているので、ご利用いただければと思ってます。絵本はだいぶ読んでもらったり読んでたりして、中高生ぐらいになったら、周りの本があって満足しちゃうタイプだったのであのその頃は特には読んでないんですけども、やっぱり大人になって最近また実用書も含めて読むようになってきて、やっぱりなんかこう活字が好きなんだなっていうのは再認識してる時ですね。本を読むことで、ね、いろんな知識を得たりとか、まあ、知らなかったことを知ったりっていうのがすごくやっぱり自分の中にためになっていたので、なんか本を読まない人はもったいないなっていうのがあったので、なるべくやっぱり本を読んでくださる人を増やそうっていう、でそのためにやっぱりちっちゃい頃から本を読む習慣っていうのが必要かなって思ったので、その子どもたちに本を読む機会、まあ、読んでもらう機会があって自分でも読むようになるんじゃないかなっていうのがあったので、本屋はほぼ売るだけの仕事ではないと思っていて、ほぼ売ることで買ってくれた人が知識を得てよかったとか、まあその漫画も読んで楽しかったとか、本を通して幸せを届ける仕事だと思っているので、売る売らないってことだけじゃなくて、なんか本を活用して相手が幸せになるといいかなっていうのを思ってます。やっぱりあの地元の方とかがいろいろ交流しに来てくださるのって、あのただサイン書いてるだけなのと違って、すごく温かみがあって楽しいですよね。そうですね、地元の本屋さんならではですよね。はい、